2021シーズン、20年ぶり6度目の日本一を果たした東京ヤクルトスワローズ。そんなヤクルトスワローズが、かつて日本全国の鉄道網を担っていた国鉄によって経営されていたのを皆さんはご存知でしょうか？今回はヤクルトスワローズの先祖、国鉄スワローズの誕生と、その歴史について辿っていき、現在のスワローズにつながるルーツを探っていきます。ゆっくりプロ野球事件簿。プロ野球名球団シリーズ。ヤクルトスワローズの先祖？金田天皇と国鉄スワローズの歴史。今回からは名球団シリーズとして、プロの世界の荒波に揉まれ、経営陣の事情などに振り回された結果、恵まれない結果に終わった、愛すべき名球団を紹介していきます。名球団、どっかで聞いたようなシリーズのような。まあ亡命〇〇シリーズと同様に、過去に存在した名球団を紹介することで、少しでも過去のプロ野球の歴史に興味を持っていただきたい。そういう意図を持って始めたシリーズです、が。が？あまりに再生数やコメントなど伸びず、評判が芳しくない場合はシリーズ継続を考えます。つまり評判次第ということですね。面白いと思った方はぜひ高評価、コメントをお願いいたします。それでは、本編に入っていきましょう。国鉄スワローズ誕生は1949年まで遡る。当時のプロ野球は1リーグ制であったが、戦後の復興とともにプロ野球の人気は上がっていき、リーグを3つにしようという構想が始まった。当時のプロ野球の人気ぶりは凄まじく、新規加入を希望する企業が続出した。セ・パそれぞれ7球団ずつの球団が出揃った。そして、最後に加入したのが、国鉄スワローズですね。国鉄、日本国有鉄道は1949年6月に誕生。もともと国の鉄道は、運輸省の一事業でしかなかったが、1948年に300億円の赤字を計上するなど、財政悪化に苦しんでいた。そこで、GHQ のダグラス・マッカーサーは、鉄道事業を独立採算制の公企業体にせよ、との勧告を行った。これが国鉄誕生のきっかけだ。そうか、この頃はまだアメリカの占領下でしたっけ。そんな国鉄は発足後、財政改善のために9万5000人ものリストラを敢行。これには大きな反発を生み、1949年には下山事件、松川事件、三鷹事件と、いずれも謎の残る怪事件が発生した。この頃の日本はまだまだ戦後の混乱期って感じで怖いなぁ。国鉄が混迷を極めている中、1949年11月某日、甲子園での東西対抗戦を終えた審判員の西垣徳夫は、帰郷のために急行列車に乗っていた。そこで偶然、旧知の中である2代目国鉄総裁の加賀山幸男と再会する。総裁は国鉄の最高責任者でしたっけ？車内で西垣は加賀山に新球団加盟の実情について話した。西垣は加賀山に、どうでしょう、全国職員の指揮効用のために、プロ野球チームをお持ちになってみては。と言った。すると加賀山は、それは面白い案だなぁ。と話した。ここから国鉄球団への具体的な道のりが始まった。国鉄法に抵触するため、国鉄が直接球団経営を行うのではなく、国鉄の外郭団体である財団法人交通協力会が主体となり、上記複数の企業の出資により、株式会社国鉄球団が設立された。結構今でも有名な会社が出資してるんですね。こうして1950年1月12日、国鉄球団のセ・リーグ加盟が正式決定された。国鉄球団は国民大衆と国鉄の結びつきを強化し、野球を通じて国鉄職員の一体化を増進することを狙いとした。野球を通じて少しでも国鉄の混乱が抑えられるといいのですけどね。球団のチーム名、スワローズは、国鉄職員の中から募集された。その結果、当時誕生したばかりの特急列車、ツバメから取ったスワローズに決定した。東京と大阪を約8時間で結ぶ歴史に残る名列車ですね。
プロスピエース、金田正一の能力は？国鉄スワローズ1950年1月、国鉄各地の野球部と社会人野球の選手を対象に入団テストを行い、なんとか選手をかき集めた。こうして急ピッチでチーム編成を済ませたスワローズだったが、戦力不足はいかんともしがたく。初年度の1950年は、42勝92敗の7位に終わる。90敗しても最下位じゃなかったのか。この年の8月、とある選手が高校を中退して入団する。それってもしかして。後の400勝投手、金田正一である。金田は184センチの長身から投げ込む速球とカーブが武器の左腕。金田は高校を中退し、17歳で国鉄入りすると、ルーキーイヤーは8勝をマーク。翌51年の9月5日阪神戦ではノーヒットノーランを達成。18歳35日での達成は、現在でも NPB 最年少記録である。この年18歳にて22勝を挙げ、最多奪三振のタイトルを獲得する。さすがに400勝投手は経歴がぶっ飛んでるわ。このシーズン以降、金田は14年連続で20勝を記録することになる。しかし金田の奮闘虚しく国鉄スワローズの成績は1950から60年までの11年間は全て B クラス。初めて A クラスの3位に入ったのは1961年のことだった。A クラスに入るだけで11年もかかったんですか？それもそのはず。この11年間のうち8回優勝したのが水原茂監督率いる巨人。投手は藤本秀夫、別所武彦、大友匠、藤田元志、打は川上哲治、与那嶺要に58年からは長嶋茂雄が入団。こんな現代にも名を残すスター揃いの巨人じゃ分が悪すぎますね。そんな国鉄で勝ち星を積み上げる金田は、セ・リーグを代表するエースとなる。入団当初は四球数が3桁を超える荒れ玉投手だったが、6年目の55年頃からコントロールも安定し始める。55年は当時世界新記録となる年間350奪三振。56年には沢村賞を獲得。57年8月21日の中日戦では完全試合を達成した。おお、ついには完全試合までやってしまうとは。現在までの NPB の完全試合達成者16人のうち、左腕投手なのはこの金田だけだ。サウスポーの達成者って金田さんしかいないのか、意外だったかも。1958年の開幕戦では、巨人のゴールデンルーキー長嶋茂雄と対戦。4打席連続三振に打ち取り、延長11回1失点の好投で見事完投勝利を収め、長嶋にプロの意地を見せつけた。これは現代でも語り草となっている名勝負ですね。そんな金田はバッティングも得意。入団から11年連続でホームランを記録。通算38ホームラン。やしかおまけのバッティングセンスまであるのか。金田はその豪快な人柄と圧倒的な実力のため、監督以上に実力のある選手であり、その存在感から天皇と呼ばれた。随分豪快な陛下ですこと。そんな金田だったが、本人は、国鉄がもっとマシなチームだったら、500勝はしている。と豪語している。金田の国鉄スワローズ時代の勝ち星は353勝267敗。このうち自責点2点以下の敗戦が123試合。なんと 46.1% を占めている。そのほとんどがバックの貧打と失策に足を引っ張られた敗戦が多いと言われている。確かに金田さんの実力から言っても、まんざら大言壮語には聞こえませんね。攻守で選手層の薄い国鉄スワローズは、1950年から64年までの15年間で A クラスは一度だけ得点を強いられていた。一方、事実上の親会社である、国鉄の経営も悪化の一途をたどっていた。61年4月の国鉄運賃値上げに伴い、国鉄は後援会への援助費用を打ち切ることを表明した。球団に払う金があるなら、値上げするなよ、って話ですもんね。
経営的に苦しくなった国鉄球団は、産経新聞及びフジテレビジョン、日本放送、文化放送などで構成される、富士産経グループに支援を求めることになった。なるほど、今のヤクルトとフジテレビや産経スポーツのつながりは、ここから始まるんですね。こうして国鉄球団への富士産経グループの影響力が大きくなる中、62年5月3日に三河島事故、翌63年11月9日に鶴見事故が発生、いずれも死者100名を超す大事故であった。うわぁ、すごい事故が立て続けに。こうした度重なる大事故により、国鉄は激しい世論の批判を浴び、球団運営は富士産経グループへの依存が高まっていった。そして、監督の人選や球団フロントの人事に富士産経グループの意向が反映されることが多くなっていった。だが、それは金田にとって望ましくない人事であった。まさか金田さん。64年オフの11月、金田は自宅で記者会見を行い、北原代表を辞任に追いやった人事は納得できない。林監督の下でプレーをしたくない。フロントと首脳陣批判。この後、金田は B90 年選手制度を使用し、国鉄を退団。間もなく巨人への移籍が発表された。ついに金田さんがスワローズを去ってしまうのか。この翌年65年、国鉄スワローズは開幕6連敗と成績が低迷すると、国鉄は球団経営からの撤退を表明。5月10日に産経新聞とフジテレビに経営権を譲渡し、産経スワローズが誕生。同時に国鉄スワローズは終焉を迎えた。金田さんが去り、すぐに国鉄球団も消滅したのか。この1964年は国鉄にとっても大きな岐路となる年でもあった。10月1日には東海道新幹線が開業。しかし、国鉄が単年度収支8300億円もの赤字に転落した年でもあった。新幹線開業はめでたいですが、すでに国鉄破綻のフラグが立ってるんですよね。金田は巨人移籍後も主力投手として活躍。最優秀防御率のタイトルを獲得し、日本シリーズで勝利投手となった。36歳となった1969年10月10日、日本球界唯一の通算400勝を達成。これを手土産として、同年引退を表明した。通算944試合登板、400勝298敗。勝利数、敗戦数、与四球、奪三振は NPB 最多。これらの記録は二度と破られることのない、アンタッチャブルレコードになるでしょうね。国鉄に変わった産経スワローズは、66年から鉄腕アトムをイメージキャラクターとした産経アトムズに名称を変更。そういえばアトムズは巨人の星に出てきてましたね。しかし、今度は産経新聞が業績不振となり、70年にはヤクルト専務取締役の松園氏が球団オーナーとなり、71年からは親会社が産経からヤクルトへ変更。74年にチーム名のスワローズが復活した。もしここでアトムズの名前が残ってたら、ヤクルトと鉄腕アトムの運命はどう変わってたのかな。そんなヤクルトスワローズは1978年、スワローズ誕生29年目にして初のリーグ優勝と日本一を迎えた。優勝パレードでは国鉄本社がパレードのスタート地点に選ばれた。当時の高木国鉄総裁は選手たちに祝辞を送り、選手たちと共に万歳三唱を行った。節約30年、球団創設時の苦難を知る人も残ってたでしょうし、その喜びはひとしおでしょうね。その後、国鉄は巨額債務を抱え、1987年に分割民営化されて消滅。これが国鉄とスワローズの実質最後の接点となった。ヤクルト黄金時代はもうちょっと先のことですもんね。国鉄スワローズは弱いチームであったが、不人気なチームでは決してなかった。国鉄という当時約50万人の職員を抱えていた大企業のシンボルとして、職員や家族を一致団結させた。選手たちは各地の遠征やキャンプ地に国鉄の駅で歓迎を受けたという。国鉄は弱小球団でも抱えているファンの多さは想像より多そうですね。もしあなたが祖父、父、子、三代にわたるスワローズファンなら、
その祖父の周囲に国鉄と、その関連企業に勤めていた人がいるかもしれないね。スワローズファンの裏に国鉄の姿あり？今回の解説はここまで。今回も動画のおまけブログを用意しました。ぜひご覧ください。こんな感じで今後は80年代以前のプロ野球の歴史解説シリーズもやっていきたいと思ってます。次回も見てね。